うわここいつも怖いんだよな。早い、ゴーゴーゴー。皆さんおはようございます。おはようございますというか、今日は7月5日の火曜日で、時刻が夜の5時半富士スバルラインに行く予定だったんですけど、もう見ての通り一日中雨降ったりこんな天気だったんで諦めましたね。こんな天気の日に行っても多分全然いい景色じゃないし楽しくないし、もうおとなしく我慢することにしましたね。無理して行って事故してもしょうがないですからね。今日はですね、タイトルの通りチャンネル登録者の方が1000人を超えたということで、ありがとうございます。ありがとうありがとう。6月の29日ですね、その日に1000人突破しました。で、元ブログの1本目を上げてから3ヶ月と15日でしたね。もう何よりその1000人っていう数字よりもこの GSR で行けたってことがすごい嬉しいですよね。いや本当にびっくりしましたね。ありがとうございます。で、この1000人ってどのぐらいの人数なのかなと思って調べてみたんですけど、山手線の電車あるじゃないですか、1両あたりに最大で300人ぐらいまで乗るらしいんですよね。まあ、車両によっては多分誤差があると思うんですけど、だいたい200人から300人は乗れるみたいです。なんで単純に山手線を3車両から5車両分ぐらいの方が僕のチャンネル登録者数であるってことですね。で、その1000人を超えて2000人とか3000人のレベルになると、お台場にある ZEP 東京っていうライブハウスがあるんですけど、なんだっけ、ダイバーシティ東京だったっけな、そこでライブができちゃいますね、3000人規模になると。そう考えると3000人とかいる人すごいよね。僕のチャンネルが1000人超えたからといって、その動画に何か変化とかは今後は多分ないと思います。今まで通りこうやってバイク乗ってる時に喋って、ツーリングとか行ったらそれを動画に収めて、週1回ぐらいですかね、こうやって投稿できればいいなって思ってます。なんでね、このいつも見てくれてる方々も今まで通り見ていただけたら嬉しいです。まあ一旦ね、こういう報告の動画だけでも作ろうと思って今走ってるんですけど、この動画は一旦ここで終わりにしようと思います。いや本当にね、ありがとうございます。ではでは失礼します。うおー、みんなありがとう、ありがとうありがとう。今回は報告の動画だけど、これからもたくさん走りに行くよ。だからこれからも見てね。またね、バイバイー。